DeNA のルーキー野手オープン戦打率、渡来、打率4割7分1厘、石上、打率5割6分3厘、井上、打率3割3分3厘、3人で36打数18安打を記録しています。横浜のルーキーなんやねん。ずるい。ベースボすぎて裏山。渡来強、有能やん。まあシーズンもできれば。渡来走れるのほんと収穫。渡来はスター性があるね。この調子で頑張れ。渡来石上たまんねえな。おい、松本涼も開幕から勝ちパターン争いに入るだろうし、いいドラフトしたわ。井上くんってファースト守れるのかな。5月くらいには2軍落ちてそう。若い選手でポジれるのはいい。物が違うな。これは期待の新人だ。未来は明るい。チーム内競争が活発で新人、若手、移籍組がオープン戦の段階とはいえ、たくさんの選手がアピールできてる状況って、ファンとしては見ていてたまらない。これだけアピールできてる選手がいれば首脳陣もいい意味で頭が痛いだろうね。今永、バウアーが抜けて、今年は B クラスと言われていたが、ジャクソン、中川などとんでもない掘り出し物。ドラミの松本もいい。石上選手は筋トレが好きらしいが、レッドソックスに行った吉田正尚みたいになれるんじゃないかな。開幕は守備の堅実さ次第で林、強打との争いになるのやろうが、石上選手を下位打線に配置してスタメンショートで使ってほしいな。渡来、石上の1、2番だと足も使えて、いいと思うけどどうや？渡来と石上のルーキー開幕1、2番。今までの米の1、2番にはないワクワク感が満載。石上はタイプ的にはサイズ含めて巨人で活躍した西に近いかもしれない。開幕レギュラーに十分値する。渡来はさすがすぎる即戦力、ただの神。石上はただの神。開幕1軍は硬い、井上は1軍来ても良いレベル、宮崎の後釜候補、こんなもんかな。